コメンテーターは経済学者、上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。4連休も今日が4日目ね、最終日ですね。いいですね。4日続けて休める人たちは。かっこ棒みたいな。そうですか。いや、僕も、実はですね、今日から、後期の大学の授業が始まるんですよ。はい、今日からなんですね。まあ、学生さんもね、連休を、帰り見ず、はい、今日から、ね、そうですね、連休最終日から授業なんですね。本当にどうしたのかなって、どうしたのかなって、教える側もこの行き急いじゃダメだと。いやいや、待ってください。いや、ちょっと落ち着け。やっぱカリキュラムの都合でそうなったんでしょ。カリキュラムの都合でそうなったんでしょ。違うんですよ。違うんですか。何かの、ね、陰謀です。いや、その連休、4連休の最終日から、地球人が悪い。地球が悪い。地球環境のせい。いやいやいや、温暖化のせいです。どうしてなんだろう。そこどうしてなのかね。普通だったら連休明けからスタートっていうキリが良さそうだから。ね、僕ね、今日ね、グレてるんですよ。どうしてですか。休めないから。そうか。でもそれはお仕事が、おはようテラちゃんでも、はい、なんて言いますか、ね、金曜日の番組、はい、よく出演される、はい、森永康平さん、はい、森永拓郎さんの息子さん、はい、ツイッターにですね、昨日海釣りに行ってですね、カワハギを釣ったっつってですね、森永さん満面の笑顔で、釣り好きなんですよ。はい、ベイスターズファンでもありますけどね。そうよくご存知ですね。僕はね、親父のことをね、ディスるね、実はなんか悪い人なんじゃないかな。まあ、それで置いといて、なんかカワハギ釣ったってね、満面ないみたいな、それ見てね、畜生って感じ。俺がこんなに授業の準備してんのに。そう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 。もうだからね、朝からね、ぐれてます。あ、そうですか。地球人許さない。いや、そんなこと言ったら常念さんお休みしましたから。マジっすか。いや、でも負けてんな。掛谷秀樹さんっていうね、素晴らしいピンチヒッターが。そうですか。でも常念さんまで休んでたのか。ますます暗くなってますね。いや、だけど心配なのはですね、台風12号です。あ、これ連休明けの天気、この台風12号と秋雨前線がともに北上して大雨の恐れがあります。昨日の昼に発生した台風12号、北上を続け、連休明けの明日23日午後以降、日本に接近する恐れがあります。気象庁によると、台風この後も発達しながら北寄りに進み、明日午後以降日本に接近すると。で、台風に近い地域では風が強まる見通しです。また暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため、明日から25日にかけて西日本、東日本の太平洋側中心に雨が強まり、大雨となる恐れがあります。台風の発達度合いですとか進路によって風や雨が強まる時間帯が変わりますので、気象庁、最新の台風情報に注意するよう呼びかけています。まあ、今回特に雨が心配されてまして、関東でも前線に近い房総半島を中心に雨が強まり、多いところでは200ミリ以上の大雨となる見込みということなんですね。ですからこの連休明けました、はい、で、台風今12号とお伝えしましたけれども、これが例えば温帯低気圧に変わっても、まあ、風が若干弱まった程度でやはり雨は降らせますから、で、秋雨前線もある、これダブルで来るととっても心配らしいんですね。なんかね、昨日その森永さんと一緒に行かれた方がですね、やっぱ後半の方ちょっと海がね、荒れ気味だったので、やっぱ台風の影響があるんじゃないかなって言いましたね。そうなんですね。ですから、どうぞラジオ機の方もお気をつけになってください。さあ、そしてこんなニュースがあります。本格シーズンを前にインフルエンザの患者が異例の少なさで推移しているという記事です。今月13日までの2週間の報告はわずか7人、去年の同じ時期に比べると大幅に少ない状況ということなんですね。で、例年9月中旬数数百人規模のインフルエンザの患者が報告されているのですが、新型コロナウイルス対策で国民の衛生意識が向上したことなどが影響しているとの指摘もあります。まあ、ただ今後コロナとのこの同時流行も懸念されていて、インフルエンザの患者が異例の少なさで、まあ、推移していけるのかどうかも分かっていないんですけどもね。まあ、現時点ではこのインフルエンザの患者が異例の少なさで推移しているということです。
これどうですか田中さん。いや、やっぱねインフルエンザと新型コロナ、まあ、素人目には全然区別つかないですからね。そうですね、やっぱ怖いですよね、ウイルスね、あとねこの4連休、はい、人出がね、あ、そうなんですよ、すごいんですよ、まあ、ニュースなんかでもね、はい、高速道路だとか空港だとか、はい、電車すごく、まあ、満席で、まあ、都内もね、はい、都内のいろんな観光地行楽地、はい、結構人出多いですよ。浅草なんか仲見世通り、もう例年通りの中混み具合らしいですよ。僕はね、上野公園行ったんですよ、はい、あの美術展に行ったんですけど、やっぱすごい人混みで、あ、そうですか。これはね、まあ不吉なこと言うようですけど、はい、1週間後大丈夫なのかなってね。3月の連休の時から増えましたからね。そうそうそう、あの後からね、あの時のね、日じゃないですよ。あ、そうですか。なんかねお盆休みがちょっとずれてきたかなって感じがしましたね。少し緩んだとしたら心配ですよね。地球人の陰謀かな。いや、ちょっと待ってください。地球人の陰謀って何、上から目線で見てるんですか。いや、ともかく今日から働き出す僕はね、本当めっちゃ暗いんですよ。いや、暗い。皆さん、でも美術館行ったじゃないですか。ダメ。美術館でも美術館って予約制ですよね今ね。そうなんですよ、本当にね。ですから密は避けてるんですよね。だけどね、中でね意外といろんな作品の前にみんな立ち止まってですね、はい、そこでこうちょっとプチ3密みたいなのがね、そうですか、出ちゃうんですよね、もうみんなね、もうすぐね、絵の前だいたい滞在時間ね、0.5秒。いや、それ早すぎか。それ動体視力の問題、これじゃ見えないですよ。ルマン24時間、ねえ、すごいですよトヨタ、大したもんですけど、はい、さて、今朝もですね、あなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、ハッシュタグは tera1134。 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農新潟から大玉で香りの良さと上品な甘さが特徴の美味しい新潟県産日本の梨、日本梨新高をプレゼントします。当選者の発表はエンディングで。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。4連休の3日目となった昨日、新型コロナウイルスの影響で客足が遠のいていた全国の観光地は多くの人でにぎわいました。新型コロナウイルス感染防止策の実施状況を把握するため、西村経済再生担当大臣は昨日、東京都文京区の東京ドームで行われたプロ野球巨人対広島戦を視察しました。富士フイルムホールディングスは新型コロナウイルス感染症の治療薬候補アビガンの臨床試験について必要なデータ収集が今月中旬に完了したことを明らかにしました。防衛省は来年度予算の概算要求について防衛費として過去最大となる5兆4000億円以上を計上する方針を固めたことが分かりました。週明け21日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均は新型コロナウイルス感染症の再流行に対する懸念から売り注文が先行して大幅続落し、先週末からの下げ幅は一時900ドルを超えました。日本の南の海上で昨日発生した台風12号は今後北上し、あさってから25日にかけて西日本や東日本にかなり接近する可能性があり、荒れた天気となる恐れがあります。続いてスポーツです。プロ野球は昨日セリーグ3試合が行われました。巨人対広島は10対3で巨人、阪神対 DeNA は5対3で阪神、中日対ヤクルトは9対3で中日が勝ちました。大相撲秋場所9日目、大関貴景勝は霧馬山を下し2敗でトップを守りました。秋場所は9日目を終えて2敗のトップに貴景勝と正代、平幕の照ノ富士、若隆景、大野翔、それに翔猿の6人が並んでいます。以上ニュースをお伝えしました。時刻6時11分です。
9月22日火曜日、今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。改めて田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。田中さんに話を聞く、このコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこちら、日本経済新聞。ニューヨーク株一時900ドル安。昨日のアメリカ株式市場、ダウ工業株30種平均続落で始まり、前週のですね、前週末の比べて下げ幅一時900ドルを超えました。ヨーロッパの株が軒並み下げたことがきっかけとなり、アメリカの株安と円高が進みました。円相場一時1ドル104円ちょうどをつけました。投資家一旦リスク回避に動いたということです。その今ドルと円ですけれども、1ドル104円70銭で取引が進んでいます。アメリカ株式市場ですが、ヨーロッパ株安のこの流れを引き継いで、上場銘柄の8割が下げて始まりました。ハイテク株、あと銀行株の下げが目立ちました。欧米でのこの新型コロナウイルスの感染の再拡大ですとか、アメリカの追加経済対策の成立が遅れる、この懸念が広がりました。株安が広がるきっかけとなったヨーロッパでは、ドイツ、フランスの株価指数の下落率が 4% 前後に達しました。ヨーロッパではフランス、スペイン、イギリスなど各地で新型コロナの新規感染者数の増加が勢いづいています。イギリス政府の首席科学顧問、21日対策が取られなければイギリスの新規感染者数が10月半ばに1日5万人に膨らむと警告しています。イギリスでは感染が広がる地域で家族以外との面会を制限したり、飲食店の営業時間を規制したりしています。ヨーロッパでのこの新型コロナのコロナウイルスの再拡大が株安を招いているということのようなんですが、これ収束しない限り経済の影響というのはずっと続いていくってことですかね。そうですね、ニューヨーク株に関連すればですね、いや、投資家のマインドを示す、恐怖指数ってあるんですが、それを見るとですね、これいつも言ってることですが、通常の水準に比べるとずっとですね、2倍から 2.5 倍ぐらいで、高止まりしたまんまなんですよ。なかなかですね、新型コロナ危機以前に戻らないと。で、さらにですね、投資家のマインドをですね、改善するためには、各国の中央銀行が協調的にですね、短期資金を、潤沢に、特にドル資金ですね、を供給してたんですよ。で、それが一応、市場も落ち着いたんで、手締まいしてるというところで、再拡大の懸念が出てきてるということでですね、ちょっと投資家からすると、中央銀行が手締まいしている中で、なんか再拡大。常に心の中のどっかではですね、これちょっとまだ収まらないじゃないかと、恐怖指数の数字見てもですね、リスク回避のマインドって高いんですよ。それを考えるとですね、やはりこうしばらくはこの株価、一喜一憂相場ってよく、僕は言ってるんですけど、上がったり下がったり、この乱高下をある程度繰り返すんじゃなかろうかなと思いますね。となると明日の東京株式市場も影響を受けるってことですか。それは可能性としてはありますね。逆に、上がる可能性もあると。つまり不安定ですよ。要するに簡単に言うと。ですから円高ではある。普通ですとね、円高だと、輸出関連でっていうふうに見ていきますから、株も下がり気味っていうのが、普通だったんですが、でも分からないってことなんですね。分からないですね。で、円高の水準もですね、今、輸出関係は非常に、量として減ってしまっていますが、それは当然ですね、円安の方が輸出には、プラスの要因になります。で、実際ですね、今、円高進行して104円台ですけれども、日本経済が本当にですね、まずい水準というのはだいたい1ドル90円台ぐらいだと思うんですよ。ああ、そうですか。90円台前半。そこになってしまうとですね、もう赤信号が点滅。今の水準はですね、黄色ですね。あ、まだ黄色なんですね。円高円安っていうのはですね、これはまあ、言ってみれば、インフレデフレの裏返しみたいなもんで、円高っていうのはですね、円の、流通量が、簡単に言うと少ないんで、これはまあデフレ、円の価値が上がっちゃうんですよね。で、円安っていうのはインフレ気味ですよね。で、日本経済にとってみれば、デフレっていうのは避けたいんで、当然この円高水準っていうのは、円の量が少なくなってる。つまり、日本の、政策当局、
特に日本銀行と、そしてそれとタイアップしている日本政府の経済政策の先行きに対して、はい、まあ、投資家を含めてですね、マーケットがかなり、こう、警戒感を強めていると。アメリカだけではないですね。アメリカの経済対策の遅れっていうのも、先ほどのね、はい、ニュースで、解説記事でですね、ありましたけれども、それだけじゃないですよね。やはり日本の経済対策に対する先行きが、かなり不透明感を増していると。それも見てのことなんですね。そうですね。それを考えればですね、やはり、菅政権、はい、まあ、第三次補正予算、はい、これもですね、やはりこう、待ったなしの状況じゃないかなと僕は思いますね。はい。続いてはこちら。日本経済新聞、アメリカ大統領令に司法の壁。アメリカトランプ政権による中国発アプリへの規制に対して、その司法が制限をかける動きが出てきました。対話アプリ WeChat が裁判所の判断で利用停止を回避し、動画投稿アプリ TikTok の運営会社も新たな訴えを起こしました。トランプ大統領8月6日の大統領令でアメリカ企業などに対して WeChat と TikTok の運営会社との取引を禁じました。21日以降は利用が大幅に制限される見通しでしたが、司法の判断が大統領令を乱発する動きに待ったをかけた形となりました。 WeChat は21日になっても利用可能な状態が続いています。アメリカ政権は WeChat などの利用により中国に個人情報が流出し安全保障の脅威になると主張してきました。しかし大統領令の執行、連邦地裁で一時的に差し止められたということなんですね。中国アプリ禁止の大統領令めぐる一連の動きですが、これ田中さん、すったもんだしてますね。そうですね。まあトランプ政権、大統領令、はい、かなり乱発気味であるっていうことはあってですね、はい、そういった動きをまあ司法の側が牽制してるっていうふうにも取れますし、また、同時にですね、中国側がこういったですね、司法の判断を利用して、はい、中国系の企業がですね、巻き返しに来てですね、アメリカの当局がこう結構厳しい交渉になる可能性も今後出てきますよね、はい、これね。アメリカ政府が今月中旬中国通信機器大手ファーウェイへの半導体の輸出規制強化したことで日本企業に出荷停止などの影響が広がっています。アメリカ政府5月アメリカの製造装置ですとかソフトを使って製造した半導体をファーウェイに出荷することを禁止しました。8月からは対象が拡大しこれらの規制の猶予期間が期限がですね切れまして、今月15日からアメリカの技術を使う国外メーカーからの出荷事実上ストップさせました。半導体の現場製造の現場ではアメリカの製造装置やソフトが幅広く使われていて三菱電機東芝など日本メーカーも相次いでファーウェイへの出荷を停止しています。アメリカファースト自国第一主義日本経済これにはですね、どこまでこの影響が出るのか、出ているのか。これはですね、はい、まあ、日本だけではなくてです、はい、まあ、世界中に、貿易の自由化を阻害しているのは間違いないんで、そういった経済面のですね、マイナスっていうのは必ずあるわけなんですが、はい、やはりですね、この中国が、この外交政策、対外政策をですね、おそらくこの1年半ぐらいに大幅に見直したということはもう間違いなくてですね、はい、つまり以前の中国でしたら、まあ、先進国アメリカがですね、中国の対外政策批判するとですね、はい、見直しの動きっていうのをね、ある程度したんですよ。それがもう全然ないですよね。全方位的に、はい、まあ簡単に言うと中国が世界中に喧嘩を売ってるような感じですよね。はい、特に民主的な価値観を重んじるね、国々に対して、まあ、典型的にはオーストラリアに対してやってますよね、はい、ああいったことがを見るとですね、やっぱアメリカ側としてもですね、安全保障を重視する上でもこの戦いを、うん、まあ、安易に終わりにすることはできないわけですよね、はい、それを考えてみますとね、やっぱこう貿易の自由化、やはりこのベースになるのは安全保障がちゃんとしないと、うん、貿易の自由化だけがですね、一人歩きするってことは、まあおよそ考えることができないんで、結局ですね、貿易の自由化、はっと気づくと中国の独裁的な利権をですね、増長させてしまうことになりかねなくて、はい、それがまあまた言ってみれば長期的には貿易の自由化をですね、まあなんて言いますの脅威
になってしまう可能性もあるわけですよ。それを考えるとですね、やっぱ僕はここで、まあトランプ政権を応援するわけではないんですが、世界中がですね、やっぱ中国との貿易取引を、少し見直した方がいい時期になってると思いますね。そのいいタイミングがこの新型コロナ危機だと思います。はい。続いてはこちら。日本経済新聞、巨額マネーロンダリング、複数大手銀行が黙認か。違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング、資金洗浄に過去20年近く複数の世界的な大手の銀行が利用されていた可能性があることが20日アメリカ政府の内部文書で明らかとなりました。イギリス BBC など複数のメディアが報じています。で、この文書、各金融機関がアメリカ財務省の資金情報機関、金融犯罪取締ネットワーク、こちらに提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書です。アメリカニュースサイトバズフィードが入手して、国際調査報道ジャーナリスト連合に提供されました。疑わしい取引の総額、1999年から2017年にかけて全部で2兆ドルと言いますから、およそ208兆円です。この規模です。金融機関内部の担当者からマネーロンダリングや犯罪行為の可能性があると警告されていた取引です。国外への送金を簡単にするためにはアメリカドルなどの国際通貨に資金を交換する必要があって、国際的な金融機関が利用されていたと見られています。JP モルガンチェースですとかドイツ銀行など複数のグローバル銀行が巨額マネーロンダリングを黙認していた疑いがあるという、まあ、この文書なんですが、いや、これ出てきましたね。やはりですね、はい、国際的な経済格差の背景にはですね、こういった資金洗浄による、まあ、富裕層のですね、優遇措置、そういったものがですね、まあ、あることはもう間違いないですね。まあ、ズックマンっていう経済学者、これはトマ・ピケッティ、21世紀の資本のね、著者の、まあ、同盟みたいな組んでる経済学者がいるんですが、彼の身長でもですね、こういったこのマネーロンダリング、不正な資金取引の、まあ、監視を強めて、さらにですね、まあ、富裕層を中心に資本取引税、そういったものをですね、国際的な見地からやるべきだというふうにしてるんですね。そうしないとなかなかですね、経済格差がこう拡大する一方であると、まあそれをまあお先棒をですね、国際的な金融機関が担いでしまっているという状況でしょうね、これは。まあ、加えまして、この、金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金としてですね、資金洗浄などで、アメリカ財務省の資金情報機関に報告された疑わしい取引に、ゆうちょ銀行を使った複数のケースが含まれていたことも分かっていると。まああるでしょうね。ゆうちょ、いろいろね、ガバナンス上問題を秘めてる機関になっちゃいましたからね。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。この時間は田中さんにデジタル庁、次元組織で来年設置へについて話を聞きます。政府は行政サービスのデジタル化を一元的に行うデジタル庁について、廃止時期を明示した次元組織として、時期の限られたですね、組織として来年中に設置する方向で調整に入りました。設置期間を区切ることで短期間に集中して施策を進める狙いがあります。この次元組織の過去の事例としては2012年の2月、東日本大震災のこの被災地復興を目的に設置された復興庁があります。で、復興庁の設置期限、震災10年となる2020年度末まででしたが、今年6月再び10年間延長されました。菅政権の目玉政策でありますデジタル庁の設置、こちらが次元組織となるということなんですが、田中さん、これどうご覧になりますか。まあ、いわゆる、やる気をですね、高めようと、期限を決定ですね。まあ、そういった点では、まあ、わかりやすいかなと思うんですが、やはりこのデジタル庁を何で持ってきたかというと、まあ、菅総理の、菅官房長官で言いそうになって怖いんですけどね。正直まだなんです。まだ私も。危ないんですよ。危ないですよね。はい。まあ、菅首相と言わないだけマシですけどね。そうなっちゃったらもうおしまいですけどね。まあ、それ置いといてですね。菅総理。菅総理。やっぱ行政の縦割りをですね、どうにかしたいという問題意識はですね、いいんですね。で、この、まあ、目玉としてそれをデジタル庁でやりたいと。
で、まあ、具体的には、まあ、マイナンバーのですね、はい、をどういうふうに考えるかっていうところが結構面白いかなと思うんですね。まあ、マイナンバー、皆さんも、ご利用なさっている方々いると思いますし、今回の新型コロナで、定額給付金ですか、はい、あれが、まあ、マイナンバーを利用すれば、もっとみんなの手元にですね、早くこの給付金が来たんじゃなかろうかと。はい、でも、それができなくてですね、各自治体がバラバラにやったもんだから、2ヶ月ぐらいかかっちゃったっていう、はい、そういう問題ありましたよね。ありました。で、まあ、このマイナンバーカードを使えばですね、それで、まあ、一元管理、まあ、保険だと、健康保険であるとか、年金であるとか、税金であるとか、はい、そういったものがですね、全部このデジタル化で処理できるんじゃなかろうかと。つまりデジタル庁を転じて、歳入庁みたいなね、保険や、税金の徴収なんかも全部、一括できると、そういったことができればですね、これ、例えば、年金だったら、今、日本年金機構が、年金をですね、保険料を集めてますよね、あれ日本年金機構っていうのは厚労省の管轄です、はい、あとまあ雇用保険もそうですよね、はい、で一方で健康保険とか生活保護、はい、あと NHK の受信料、これなんか総務省の管轄、はい、で当然税金は消費税とかね所得税全部財務省ですよね、はい、税務省とか言いながら、つまりまあ総務庁、厚労省財務省こういう縦割り、はい、お互いにこう国民から、お金を、はい、まあ巻き上げるって言いますかね別々にねそういった役割をしてるわけですよ、それがまあマイナンバーカードで、はい、一元管理ができればね、これは行政の効率化になるんですよ、はい、で、今言った三つの省庁の利権をですね潰すこともできるわけですよね、そういった意味では行政の効率化にもつながると、はい、いうことができれば面白いですよね、政府は明日全閣僚が参加するデジタル改革関係閣僚会議こちらを開く予定です。加藤官房長官報道番組でデジタル後進国と言われる中他の国と比較すれば国民が本来享受できる利便性を享受できておらずしっかりと進めていくと強調しています。また平井デジタル改革担当大臣デジタル庁の職員について基本的には公募しようと思っていると強調してトップも含め民間人を積極登用する考えを示しています。究極のことを言えばオフィスもなくていいとも語ったんですがこのデジタル庁ですね改めてこれどういうことを期待してますか。やはりこう失われた世代と言われているね、はい、30代、後半から、はい、もう40代今後半ぐらいまでの層の人たちもですね積極的に、雇ってほしいなと思いますね。はい、やはりこのね、まあなんて言いますかね、SNS だとか、はい、このプログラミングの能力だとか、いろんなですね、ネットを使ったですね、まあ、能力に長けた人たちも結構多いと思いますんで、はい、そういった人材のね、掘り起こしっていうのもね、やってほしいかなと思いますね。はい、一方でデジタル庁について、立憲民主党枝野代表街頭演説で、デジタル化の推進を掲げる菅総理批判しました。次の衆議院選挙で自然エネルギー立国を政策の柱に据えるとして、菅総理は取ってつけたようにデジタル化なんて言い出した。この国は後ろ向きのデジタルではなく前向きの自然エネルギーで食っていこうと訴えました。まあ、枝野さんのこの主張ですけれども田中さんいかがですか。まあ、両方やればいいだけなんです、はい、ね、やっぱね菅政権を批判したい人っている、はい、いるんですよ、安倍政権を批判しないともう死んじゃうような人たち安倍のせいだって言いましたけど何でもかんでも安倍のせいだみたいな、今度新しくですね菅のせいだが始まるようなね何でもかんでも菅政権を批判したい人たちがいるわけなんですよね、それになんか枝野さんちょっとこびたんじゃなかろうかなと、あとねやっぱ立憲民主党自体がですね、はい、今度新しく、政党ができたのにまた立憲民主党ですよね。そうなんです。で名前、ね、みんな心の中で、あまた昔の民主党だと、つまり立憲民主党自身が後ろを向いているから、前に進む政策が全部ね、後ろ向きに見えちゃうんですよ。自分が後ろ向いてるから。はあ、だから立憲民主党が向かってるところは、もう過去に向かってる。民主党政権に向かってるんですよ。それが理想ですから、彼らの。そういうものなんですか。そういうものなんですよ。そういうもの。分かっていただきましたか。はい。また後ほどお話を伺います。今朝もいろいろニュースが入ってきていますが、心配なのが、昨日日本の南で台風12号が発生しました。
台風この後もですね、発達しながら北に進み、連休明けの明日の午後以降、日本に接近する恐れがあります。台風に近い地域では風が強まる見通しです。暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため、明日から25日にかけて、西日本や東日本の太平洋側を中心に雨が強まって大雨となる恐れがあります。台風の進路、これが変化しますと雨の強まるエリアも大きく変わります。ですので最新の情報にどうぞご注意ください。コロナ禍でのこの台風の避難についてですね、専門家、避難はためらわず親戚の家などのですね、選択肢をと話しています。一方、車中泊、車の中で寝ること、これはエコノミークラス症候群のように肺血栓症を起こしたりと健康を害するリスクがあるということを自覚して対処することが重要になってくると言います。いろいろ大変ですね。そうですよね、はい、まあ、これからなんか台風がのシーズンにまたなりそうな予感がしますからね。はい、まあ、12号ですけれども、まあ、これが例えばこの温帯低気圧に変わったとしても、今梅雨前線もありますから、はいはい、刺激するんですよね。そうすると大雨になると、南から暖かい空気をこうどんどん送り込みますから台風がね。ですので、まあ、特に先ほどもお伝えしましたけれども、西日本や東日本の太平洋側中心に雨、どうぞご注意ください。明日の午後以降という感じですね、うん、はい。さて、ここからですね、田中さんにこのテーマで話を聞きます。菅のミクス、その経済政策とは。今日は4連休の最終日、連休がスタートして以来、都内では家族連れなど多くの人の姿が見られ、また高速道路、行楽地に向かう車で混雑しました。中央道の下りでは47キロ、関越道の下り34キロほどの渋滞が起きるなどしています。で、この観光地の人出ですが、携帯電話の位置情報の解析によりますと、1週間前と比べて京都嵐山で 249.1%、神奈川箱根湯本で 109.4% 増加するなど、各地で賑わいを見せています。そして、この ANA のですね、連休初日の羽田空港発 97% の予約率となりまして、保安検査場入り口前50メートル近い行列ができたということです。北海道や沖縄行きの便、終日ほぼ満席だったということですね。いや、この連休はかなり賑わったというのを数字でもわかりますね。そうですね。はい。まあ、地方の行楽地もそうですし、はい、まあ、都内もね、はい、かなり混んでて。はい。まあ、ちょっとしたね、駅前なんかも人出がかなりありましたよね。皆さん、こう、天気のいいっていうのもあって、はい、屋外に出るね、まあ、なんて言いますかね、人がすごく多かったかなって感じがしましたね。以前から言われてる3密を避けたいわけですよね。そうすると、その屋外だったら、まあ、一つの密は避けられるのかなみたいな、そういう感覚なんですかね。ありますね。都内の公園、主要な公園なんかもですね、人出ていっぱいだったみたいで、はい、私の家族なんかもね、行って驚いてましたね。はい、僕自身もあの上野公園行って、やっぱ人多いなと思いました。そうなんですね。さて、そして政府の観光支援策のGoTo トラベルについて、国交省が事業を始めた7月22日から8月末までに少なくとも延べ1339万人が利用したと発表しました。その GoTo トラベルに関しては、10月1日から新たに割引対象になる東京発着の旅行商品の販売、先週から始まりました。東京都の小池知事は、モニタリング会議で感染拡大の方向に向かうギリギリの状態だと分析していただいて、お出かけ先でも利用者事業者ともに感染拡大の防止の基本を、守っていただくことが、オレンジから赤に逆戻りさせない唯一の方策だと考えていると、感染再拡大への警戒を呼びかけました。この GoTo トラベルの効果、あと東京発着のこの旅行がですね、追加されることがになりましたけれども、このあたり、田中さん、どうご覧になりますか。
やはりですね、GoTo トラベルの経済効果っていうのはかなりあるんじゃないかと思いまして、はい、やっぱね、今の新型コロナ危機ですと、特定の産業に大きなですね、経済ダメージが現時点ではのしかかってると。はい、娯楽、あと旅行関係、はい、で飲食ですよね、で。こういった部門をですね、支えるためにも、この GoTo トラベル、GoTo イートですか、はい、そういったものがですね、やはりこう必要かなと。で、時期も、延長して、さらに金額もですね、1兆、3000億円とか4000億円でしたっけ、はい、それをさらにまあ倍額ぐらいしてもいいんじゃなかろうかなというふうに僕はですね、思うほど経済効果があると思います。例えば関東圏、この連休中ですね、まあ主要なあの高速道路、かなりこう渋滞してるんですが、よくよく中身を見てみますと、観光地に向かう、まあバスとか、はい、そういったものはないんですよ。みんな個人の車で、渋滞してるような状況です。で、これは非常にですね、旅客関係にとってみれば、大きな影響をもたらしているわけで、これが、まあ、東京からですね、まあ、行くのも、まあ、入ってくるのも、この GoTo トラベルが、まあ、効果を、もたらせばですね、はい、そういったバス関係、もうですね、かなりこう、まあ、潤うんじゃなかろうかなと思いますね。はい。菅総理はですね、コロナ禍で落ち込んだ経済対策の一つとして、GoTo トラベルキャンペーン推進しています。また注目される経済政策では、携帯電話料金の4割引き下げに執念を燃やしているほか、10万円の特別定額給付金の再支給、これも示唆するなど、消費に直接働きかけるメニューが並びます。こうした経済政策の効果について、田中さんはこれどう分析されますか？そうですね。まあ一番いいのはやっぱですね、まあずっと、まあ 1% でも 2% でもいいですから消費税をですね、減税する方が効果があるんですが、まあ事前の策ですね、やはりこの携帯電話料金をガクンと下げるとかですね、はい、あと NHK の、はい、受信料、これも大きく下げてほしいですよね。こういった動きはまあ政治にはありますんで、あとまあこの10万円の特別定額給付金、これも出してほしいし、また補正予算をですね、早めに出してですね、はい、まあ、例えば防災インフラの整備、これもですね、今だと効果が非常にあると思いますね。はい、いわゆる公共事業の増加、まあ何でも、まあ総動員でやってほしいなっていう段階にもうなってきてるんじゃないか。はい、まあ前々からなってるんですが、それでも第二次補正予算でまだ予備費があるとかですね、はい、いうまあ油断もありますんでね。ここやっぱ第三次補正予算を早めにやった方が、経済を支える効果が出てくると思います。これ少しこのうがった見方かもしれませんけれども、その消費税減税はしづらいと。なので、まあ、ほぼ皆さんが使っている携帯電話の料金を下げれば、その代わりになるんじゃないかみたいな思いなんですかね。まあ、そういった狙いもあるんじゃないかと思いますね。やはりまあ、結果としてね、はい、お金に色はつけられませんので、まあ、どんな形であるもで、まあ、なんて言いますかね、負担が少なくなれば、はい、そしてその見返りでですね、まあ、特に低所得者層を中心で消費が盛り上がればですね、はい、まあ、それはそれでいいと思うんですよ。まあ、何でもやってほしいなというふうに思います。ね、はい。その菅総理の規制改革に業界や関係官庁警戒強めています。菅ノミクス、これ、財政政策にも大きく踏み込むかということなんですがね。ですね、菅ノミクス、はい、これはですね、大体、安倍政権と、小泉政権を足して2で割ったような感じかなと。小泉政権の時に、まあ、結構ですね、政策ブレーンだった。まあ、安倍内閣でもそうですし、この間なんか、菅総理と、数日前に会食したんで、話題になってます、はい、下越大学教授の、高橋大志さん。高橋さんと僕今ですね、協調の、まあ、対談本を出す真っ最中で、今折り返し点でですね、ちょっと僕疲れ気味なんですよ。それで頭の毛もすんごい抜けちゃったしですね、本当に。まあ、それで、まあ、それで、まあ、その、まあ、菅ノミクスっていうのは、安倍政権の経済政策、アベノミクスと、小泉純一郎政権の時のですね、構造改革。これを、のいいとこ取りを狙ってる、とも、高橋さんの見立て。まあ、僕もそうなんですが、そうだと思うんですね。で、
でもですね、どちらかというとアベノミックスの例えばインフレ目標を導入してですね、はい、金融政策を強化するって発想が、菅さんにはまだちょっと足りてないかなと。そこら辺をちょっと注入したいですよね。はい。まあ、高橋洋一さん経由でもいいですし、なんだったら僕でもですね、はい、お食事に誘われるんであれば、もう、ほいほい行っちゃいますね。いやいや、お食事じゃなくて、そうか。国民を、国民のために、幸せをね、失礼しました。のために行っていただきたい。それと当然なんですが、はいはい、おちゃらけてる場合じゃなくてですね、やはりですね、菅さん、総務大臣とかですね、郵政民営化担当大臣とかですね、構造改革っぽいところで、はい、結構経歴を積んできて、はい、でそこでまあ高橋洋一さんであるとか、あと竹中平蔵さんであるとかですね、はい、まあいわゆる構造改革を担ったようなところとですね、うん、まあお友達なんですよ。で結局そこら辺が、特にですね、竹中平蔵路線的なところで、強くアドバイスを求められてしまうとですね、はい、やがて、どちらかというと財政政策を付加すよりも小さな政府路線に、はい、行ってしまうとちょっとまずいかなっていう気がしますよね。うんで、でもね、小さな政府路線もうまくやればですね、いいところあるんですよ。どうしてかというとですね、はい、アメリカなんかの小さな政府路線っていうのは減税政策中心なんですよ。まあ、所得税減税であるとか、消費税減税であるとか、はい、また法人税減税。そういったことを、歳入を減らして、それによって歳出、はい、行政の無駄も減らすっていうのが小さな政府路線の狙いなんですよね。はい、それをやりたいのが本当なんですよ。だけれども、今ですね、減税をやるっていうのはですね、重要ですが、はい、これ、歳出、お金を使う方が減ったらですね、はい、これ経済危機になっちゃいますので、それができないと。はい、じゃあそういう時に、何をすべきかというとですね、行政を肥大化させないために、小泉政権の時はですね、はい、埋蔵金を利用しようと。でこれが行政改革にもつながったわけですね。で今回はどういうふうになるかというと、やはりこう国債を発行していって、財務省の権限を減らしていこうという狙いをですね、強めていけばですね、これ国民にとってもいいことが起こるんじゃないかなと思いますね。はい、今朝のコメンテーター田中秀富さんでした。今朝のコメンテーター、経済学者、上武大学教授、田中秀富さんです。今やですね、マスクは生活必需品となりまして、様々なデザインのものが登場しています。イオンが今月18日に発売したマスク、注目集めています。その名もトップバリューブラの工場で作ったレースマスクというものです。ブラジャーの生産工場で丁寧に縫製し、ウレタンパッドを入れることでふっくらとした美しい形状をキープ。パッド部分には細かい穴を開ける加工をしており、蒸れ対策もバッチリ。耳紐には付け心地を向上させるためですね、柔らかいゴムを使っているということなんですね。メーカーのイオンはというと、総レースのデザインでフォーマルな場にも最適なマスクですとアピールしています。注目を集めるブラの工場で作ったレースマスク、田中さんの手元にはその写真がありますが、これいかがでしょう。このマスクをしているですね、はい、女性の方がとても、マスク美人、マスクをしなくても綺麗な方だという、ね、はい、想像が、いや、そちらじゃなくて、ね、マスクに注目していただきたい。マスクの柄とか、ほら、マスクよりも具が重要っていう。いや今マスクの話題ですから。そうですね、マスクです。これね、ネットの反応をまとめてみると、どう見てもブラジャー、ブラジャーつけているみたいで恥ずかしくて自分には無理だわ、パンティーにつけている小さなリボンをつけてくれよ、おっさんがつけたら事案になるんでしょう、ってことですか。おっさんがつけたらちょっとやばいだろうってことですか。例えば僕がですね、このハゲた頭にこの、ブラジャー型のマスクを、ね、はい、つけたら、まあ、レースがね、施されてるもの、いい感じなんじゃなかろうかと。いやいや、いい感じになるんじゃないですか。いい感じになると思いますよ。どうなんでしょうね。私もつけたことないですけども、別に私はこれそんなに、いや、これはなかなか、芸術的にもいいんじゃないですか。そうですよね。こうね、このなんてデザインが施されててね、白地に白のこのデザインがいろいろ縫われてる、縫製されてるわけでしょ。でもやっぱ寺島さん的には、このブラジャーマスク、上から見るのか下から見るのか、どういうことですか。いやいや、上からと下からってあるんですか、見方が。いや、これね、正面から見るかとか、
僕は脇が好きだ。脇が好きなんですか。うう脇からこ う, う, う入れちゃう派ですか。いやいや違いますよ。危ない人ですね。そうじゃないですね、僕が寄せてあげようかとか、そういう人ですか。しません。これって寄せてあげるみたい、寄せてあげてつけるもんじゃないんですよね、マスクですからね。そうですよね、別にね、顎の部分をこうぶっと上げたりとかね、そういうもんじゃないね。はい、さて、この時間ですね、田中さんにこんなニュースをご用意しました。どういうニュース。男性の性的欲求を調節する遺伝子が発見される、性欲減退やセックス依存症の治療に役立つ可能性、こういうタイトルなんですね。マウスを用いた研究により、男性の性欲を調節する遺伝子が特定されたと報じられました。この発見で、性欲が落ちてしまう性欲減退障害や、強迫的な性行動を引き起こすセックス依存症の治療薬が登場すると期待されています。アメリカにあるノースウェスタン大学の婦人科医の研究チーム、オスのマウスの脳からアロマターゼという酵素の合成に関与しているゲノムを除去し、メスのマウスがいるケージに入れる実験を行いました。その結果、通常のオスのマウスに比べて性行動が 50% 減少したということなんですね。まあ、通常ならメスを追いかけ回して交尾しようとするところ、性欲に関する遺伝子をノックアウトすると性行動が著しく減少し、交尾の頻度も落ちたという、これはとんでもない発見ですかね。もう何を言ってるのかさっぱりわかんないですが要するに田中はいまだにセックス依存症ですかどうかという、そういうことですか。そういうことじゃないですよ。いまだにとか言っちゃった。いや、男性の性的欲求を調節する遺伝子が発見されたわけですよ。ね、あ、すごい発見ですね。いや、そうです、そうです。調節。田中さん、よからのことを期待してるんでしょうか。いや、全然。全然。もうそういう次元突破してましたからね。そうです、性欲といえば、田中さんがリツイートしていたものにこんなのもありましたね。セクシー女優の深田栄美さんのツイートなんですが、今日監督が新人 AD に、炭酸を3つ持ってこいと言ったら、飲み物の炭酸を3つ持ってきて怒られてます。田中さん、いろんな方チェックしてるんですね。深田栄美ちゃんが、フォローしてくれたら嬉しいって言うんで、フォローしたんですよ。誰でもフォローする。で、経済学者の田中がフォローしましたなんてね、変なアピールしたんですけどね、ガン無視でしたね。で、そういった点では、性欲減退。ありがとうございます。ちょっと待って。おはよう、テラちゃん活動中。また明日。今日もいい一日になりますように。